皆さん、とっても暑い日が続きますが水分補給をしっかりして暑い夏を乗り切りましょう原田さんお願いします今日はビジネスのの思考の話をちょっとしたいと思いいます、まあ、いろんなところで講演やるときに「原田五六」ってやつを結構。 喋るんです。結構人気が高いんですけど、その中のほんの一部をお話します。えっ、ー、と何度もいろんな動画の時に繰り返しているかと思うんですが、経営をやるときビジネスをやるときはですね。今までの経験と知識を全部引き出しにしまう。そして全て白紙の状態で明日を考える。これが本当に難しいんですね。これができないとイノベーションというのは生まれないんです。 の一番強いとこころはそこです。自分の成功事例も世の中の常識も全て否定してベストを考えるまあここが彼と7年間一緒に仕事してきて私が一番学んだ点です過去失敗したからやるなこれもおかしいんです過去成功したからまたやろうこれもおかしいんですよくあるパターンがですね創業者が成功して低迷します大体あの昔の成功事例を 強烈に覚えてますから昔戻りをしたいっていうのが創業者によくあるパターンですね昔の成功に戻るのはいいんですけど世の中の技術も競合も全部変わってますから昔の強みはさらに強くするただし昔戻りじゃなくて新しい手段イノベーションでさらに進化するこういう思考が必要ですよくあるパターンが昔失敗したやめろやめろこれもおかしいんですなぜ失敗したか それはタイミングが悪かったのか企画の質が悪かったのか実行が悪かったのか予算の投入が中途半端だったのかまあいろいろあるわけですそういうことも含めてですねゼロベースで考えるこれが大事ですそれから何かキャンペーンをやるとかですね価格を変更するとかまあ何かやったら違う結果が出るわけですね違うことをやらないで違う結果が出ないわけです違うことをやれば違う結果が出るんですその時によく あるパターン、大学の先生が大好きな PDCA を回す、まあ、こんなものをやったんじゃ現実には競争に勝てません PDCA というのはプラン・ドゥ・チェック・アクションなんですが結果が出てからなぜこうなった次どうしようっていうことを考えるようじゃもうスピードで負けますしたがって企画して実行する前に結果の仮説を立てる A という結果 B という結果 C という結果が出るそしたら次はどうするそのための全ての準備も整えておく ABC の中で A を選んだら BC の準備した製作物その他は無駄になりますこれをサンクコストというんですがその無駄金があってでもスピードが速いわけですからいち早くビジネスを正しい方向にナビゲーションしていくための投資というふうに考えるべきですで、ビジネスの議論をするときにですねお客さんの視点で物を考えろとみんなよく言うんですけど ほとんど送り手の理論でものを考えています本当にお客さんの目線で考えるということはお客さんをよく知るとということから始まりまりすお客さんのことも知らずに実際自分がお客さんに提供している商品を自分が経験しないのに送り手の論理で比較するこういったことが結構ありますから本当にお客さんの目線から考えているのかお客さんをよく知っているのか我が社の商品を全部自分も 顧客目線で経験しているかそこが非常に大事な検証になります次良い,い商品だけでは売れないんです飲食店でも美味しければ売れるっていうものじゃないですね良い,い商品は当たり前美味しいものは当たり前それ以上に何かがないと競争には勝てませんその何かというのはよく言うんですが有形の価値よりも無形の価値です利便性安心安全個別対応コンサルティング励まし寄り添いこういった お客さんの素晴らしい経験をサポートするこういったことが非常に大事な顧客価値になります次企画をするときにですねうまくいかないという前提で考えるべきです経営を考える事業計画を立てるときにですね英語でコンテンジェンシープランと言いますコンテンツェンシープランすなわちうまくいかない不足の事態が起こるこういったときにどう対応しますかと この上場企業というのは特にニューヨークストックエクチェンジに出ますとコンテージェンシープランというものを綿密に出すというルールがあります。どんな不測の事態が起こるかという仮説を全部立てます。それに対する対応策を考えて提出するわけですがあの普通の日本企業も上場、非上場関係なくうまくいかないということを前提にそういったコンテージェンシープランというのは不可欠です。うまく思いい通りの売上かかなかった場合例えば外的要因 天災これも不足の事態ですね、それから円高、カントリーショック,ク,ク、ウクライナ戦争もカントリーショックの一つです、それから組織がうまくいかない、利益が思い通りいかない、そうしますと投資がうまく計画通り投資できない、まあ、いろんな不測の事態に備えた企画が必要だということです。すべてうまくいくように、これとこれをこれをやって、はい、100億売りましょう、こんな絵を描くのは簡単です。 一番難しいのは実行ですそれ以上にうまく実行できなかった場合そこまで考えるのが経営です次最後に褒めるとおだてるというのは違うんですがまあ何でもかんでもよく褒める人がいるんですね。あれは褒めるというよりも私はおだててると思います、えー。米国企業に行きますとブルーカラーホワイトカラーいろいろいますが職業意識も変わります。 特にマクドナルドの店舗あたり行きますと自分でで考えるるるんじゃなくくて言わわれたた通りやいいう人がたくさんいるわけですそういったところはですねもう褒めるんじゃないもうおだてるもうおだて一本で行きますねただ企画職だとか管理職こういったところはおだてではなくて本当にフェアな評価をして本当に期待以上の成果をもたらした人には本当に褒めるというのが必要になると思います。 あとはいろんなビジネスの思考は動画のいろんなところに私の考え方を入れてますからまた他の動画も見てください以上ですためになったと思いましたらチャンネル登録よろしくお願いします